はい、こんばんは、タバランチでございます。ああ、疲れた。えっ、ー、と、今日急に思い立ちまして、えー、高校時代を思い出して、ちょっとある曲をやってみました。はい。ええー、まあ、あの、パッドドラムがね、やりたかったっていうのもあるんですけど、ええー、ちょっとしばらくあのアコースティックを自分のオリジナルを使って、 やったたりしていたわけですがええまあちょっと飽きたというか <laughs> 飽きたというかネタが尽きたというかえそんな感がありまして今日はどうしようかなーなんて思ってたんですけどまたちょっとドラムでもやるかと思った時にはっと思ってねそういえばドラムっちゃ私は高校の時にさんざっぱらドラムやってたじゃないかと思ってねえってことは高校の時にやっていた曲ができるんではないかと。 思いましてそれで高校の時ですけどもねえまあ何度か喋ってますけどもえ高校3年で私ドラムになりましてですね高校2年の時にはボーカルをやっていたんですけどえ当時は本当に声がね薄っぺらくってまあ今も大したことはないけどもえなんかまあトラウマがあったんですよなんか文化祭やってもね なんか盛り上がんねえしうんボーカルってすごい大変と思ってで高3の時にじゃあ最後どうすかってバンド組み直しした時にねまだエレキンも弾けなかったんで、えー、自分のポジションがなくなっちゃうよっていうようなこんなこんなからドラムやるって言ってやったこともないのに、えー、ドラムをやることになりまして、はい、頑張りましたよ あのだから高校2年の冬というか春というかぐらいからねそんなことが決まったんで、えー、ベースの彼と、えーまあ、ベースの子もね、えーまあ、付き合ってくれたというか自分本人もやりたかったというかベースの子と私で朝ね朝も早うから近所迷惑帰りにす 当時高校のね合宿所の食堂がなぜかね、あのー、練習場になしたんですよ合宿所の真ん中にドラムが置いてあってねでベースと私ドラムでひたすら練習こいてなんとか4月の新入生歓迎会に間に合うようにということでも必死こいてねやったんですけど朝もまだ寒くてね食堂だからね ガスコンロあるんでしょガスコンロつけてね手を食べてねさっきとか思ってそれであの石油ストーブね当時はで朝ほらその各クラスごとにこう割り振られた灯油がこう置いてあるわけですよで朝早く行くもんだからさで合宿場の分の割り当てなんかないんだけどストーブはあったもんですいませんねとか思いながら各クラスの灯油をちょっとずつこう ちょっとずつ、ちょっとずつ拝借いたしまして。<laughs> やったりしてましたけどね <laughs>。そんなこんなでね、頑張って、なんとかまあ、まあ、当時はね、全然、なんとかはたげたぐらいですけど。で、何やってたかっていうと、ジギーをやったんですよ、ジギーを。はい。えー、1個上の先輩がね、ジギーとね、レッドウォリアーズ。なんか今でこそなんかバラエティになっちゃったダイヤモンドユカイさんね。 えとギターの人の名前それちょっと当時すごかったんですよカリスマチックでねダイヤモンドゆかいは、えー、ゆかいさんは、えー、ロイヤルストレートフラッシュロックンロールとかねモンキーダンシングとかロシアンヒルブ腕とかねロイヤルストレートフラッシュロックンロールザシズは受けないぜレッドウォーリアーズもやろうかなかっこいいですよ まあうちらはレッドウォーリアザーやらずに、ジギーだけやったんですけどね。で、まあジギーとくればね、まあとりあえず夢どこやっとくかということで、あのー、当然私たちもやりましたけど、グロリアをやってみました。当時はドラムね、はたいたんで、もうドラムは全然覚えてたんですけど、あのね、ダメだね。やっぱおっさんになってるね。もうね、あのー、まあちょっと、 何パッドドラムで叩きにくいつのもあるという言い訳をしつつ、8ビート刻めなかったもの、持たなくて。あれね、もっと、なんちゅうの、本物でかいでしょのドラムセットでかくて、もう少しこのね、脇に余裕を持たしてね、やればね、あの、なんちゅうの、こう、反動を使うというかね、手の全体のシナリオを使うというか、いちいちあイ8ビートを全部8個ね、こう、 力入れてるわけじゃなくて1回で2回みたいなねチキ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 ってことやるんですよ。でそれやるにはこの腕の振りが必要でこういう感じこういう感じチキ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 こうこうやるんですけどねこうやるにはちっちゃすぎるんですよパトドラムが。だからある程度の8ビートできるけどあんまり速いロックンロールの8ビートがねだからブルーハースの8ビートとかとてもじゃないけどあのパトドラムじゃきつかったんで。 今日のもねあのまあちょっと4ビートでやりましたけどねそれにしたって当時な結局3年の文化祭の時何曲やったんだあれ十何曲やったんですよジを。うを1時間オーバー1時間半ぐらいかな多分まあ元気元気高校生元気だああもう最後なんかもうここのとこねもう皮むけても タム回しタカ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 ってやったらなんかパパパパパ,パ,パってなんだと思ったら血がビーってくっついてねふわーっと思ってライブ終わった後になんかぬるぬるするとか思って食ってみたらもうこっからすんげー血出ててビューってうわーってなったりもしましたけどはいまあ若かったですね何にしてもねえー、まあそんなパワードラムははたけませんでしたけども、えーまあ、とりあえずねリズムキープと。 えーまあ、小,技小技というか、まあうん、おかずとねその辺は入れたりしてほいのもって、まあ、今現在の私田村ンジでございますからあ,あとベースと、えー、ギターと当時そんなに弾けなかったっすけどね、えー、ギターともうなんかねドラムでくたびれちゃったからもう本当に雑ですよ今日のはのとりあえずいいやと思ってとりあえずドラムとベースとギターとねエレキとね、えー、であとボーカルがまたこれ。 まあ、森重十一さんね。ああ、まあ、あの人も、まあ、声、すごいですからね。元気で頑張りましたけど、ものすごい疲れたね。高いだし、繰り返し多いし、まだやるだかいと思いながら、もう、いいよもぐろりや、なんか言わせねえ、みたいな感じで、ね、頑張りましたけど。はい。そんなこんなで、ちょっと今日はくたびれましたけどね。楽しかったけど。久しぶりになんかね。当時はね。 すごい格好ししてましたよ、はい、あの文化祭の時にはメイクしましたしね、えー、アイラインっていうんですかあれ入れてもう髪の毛こんねんこんねんってやりましたけど、はい、いい思い出です、はい、またこれもちょっとねいやでもくたびれたから連発は厳しいけどまたちょこちょこやってみようかな,なんかいっぱいやったもん辞任の曲 ああはたけるかな結構ハードな曲やりましたからね。えー、ウイスキーロケンロンと、なんだっけ。とかね。えーまあ、かっこいいんです、ジギーは、はい。当時ね、ジギーのドラムの大山、お大山さんもう名前それと大山だよね。確かね。もうひたすらあのはたき方をね、真似してやりましたけど。はい、そんなことなんで今日は。 あジギーのグロリアを高校時代を思い出して一人バンドでやってみました。はい。えー、まあ、だいぶおっさんになってますけど、はい。おっさんジギー、おっさん一人ジギーでございますけども。はい、<laughs> 聞いてみてください。ということで、たむらんちでございました。ああ、疲れた。それでは、今日はこの辺で。